い、大阪は海遊館、の動画です。ただいまですね、サンタマリア泊まってましたんで、ちょっとビデオで撮ってみようかなと思います。大阪周遊ですよね。大阪港周遊できるコースで、ランプリーなどですね、あちら。できます。しかですね、マルコ航空食べたりとかけた方が、使っていた船をモチーフにしているということコンセプトですね。でチケットの方なんですけれども、サンタマリア乗り場ですよね、上からも入れるんですけれども、こちらのところ切符がございます。ちょっと値段の方見てみましょう。おいで、サンタマリアの値段の方なんですが、これは関係ない。ここで行動力発揮だ。45分のクルージング乗船料、大人1600円、子供700円ということになります。今日はもう営業終わったみたいなんですけれども、また海遊館の方来られた時にいいサンタマリアの方を乗ってみてはいかがでしょうか。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。